全国のうなぎを愛する皆様こんにちは。山田水産の山田慎太郎です。今回はですね、いつものうなぎまみれのコーナーではなくて、料理研究家の川瀬里奈さんと、はい、今回は、まあ、いろんな山田水産の商品を使ったレシピに挑戦するという、何しましたか、何慎太郎ズキッチン、かなりやりそうな感じの慎太郎ズキッチンです、はいはい、もうすぐね、3月3日がひな祭り、はい、その後は国民的記念日、なんか知ってます？3月サバの日ですか？そうです、打ち合わせ通り3月8日すごいですね。そうです、はい、日本三大祭り、はい、ねぷた、どんたく、はい、サバの日かなり強引ですけどということで今日は、はい、山田水産のヒット商品の一つのこのサバカツを使った料理ですね、はい、大きいですね、ボリューミーです、すごいボリューミーですね、はい、これも本当に大人気で、うん、はい、いろんな、ね、方が美味しい美味しいと SNS でも大好評のね、はい、サバカツですね、うん、はい、今日はこれを使って、うん、サバカツのおにぎらずを作っていきます。おにぎらずは実は私たちの大好きなクッキングパパが、クッキングパパ荒岩さん、はい、が作ったものなんですよ。はい、なんか時間がないからやるんだっけ、はい、そうですそうです、時間がないし、ね、まあ、おにぎりだと具はねそんなに入れられないんですけど、おにぎらずだとこんなでっかいねサバのね具も入れられたりとか、お野菜も入れられたりとか、本当に一つで満足もできて栄養バランスも整うっていうので一時期とっても流行った、はい、お料理なんですけど、はい、今日作るおにぎらずはちょっと、うん、昔流行ったおにぎらずとは作り方が少し独特で変わってるんですよ。こう畳みながら作るっていう折りたたみおにぎらずというものを今日は作っていきたいと思います。ではまずは材料ですね、はい、こちらのサバカツ、あとはこちら卵、はい、薄焼き卵ですね。でこちらが人参ですね、うん、これは塩もみをして、うん、しっかりと水分をもう抜いた状態ですね。やっぱりそのおにぎりって時間が経った時にべちゃべちゃしてしまったら、はい、美味しくないので、はいはいはい、これはしっかりと野菜の水分を切った状態にしてます、うん、これがなぜ人参かっていうと、うん、彩りです。だよね、彩りな、はい、彩りです。だからこれが例えばなんか同じような色であれば、うん、全然例えば赤ピーマンとかでもいいですし、なんか結構やっぱこの色が入ることで断面がね美しく見えるので、切るから、そうなんですよ、ね、はい、あとはレタスですね、はい、結構おにぎらずは割と自由なので、うん、なんかいろんな具材を入れて自分でカスタムして楽しんでいただければいいかなと思います、うん、はい、そんなこんなんでね、はい、早速やりますか、はい、始めていくんですが、緊張ほぐします、大丈夫ですかちょっと緊張してます。いやなんか難しそうじゃん、はい、大丈夫です大丈夫です、これはもうでもこれは荒岩流ではないんだね、荒岩流ではないです、俺たち荒岩チルドレンなのに、そうなんですよ、今日は荒岩流ではなく、うん、まあ、韓国でその折りたたみキンパっていうものが流行っていて、はあ、そうなんですよ、そのキンパって巻き寿司の中に韓国料理的なものが入ってる、ね、そうですそうです、ナムルとか、はいはい、たくあんとか、はあ、あと魚肉ソーセージとか、うん、そういったものが入ってるものをキンパって、うんうん、まあ、あとはごま油で味付けするのが結構特徴的ですね。で、この大きいサバカツ、うん、こんなにね大きいものはさすがに入らないので、これは半分に切っていきます。よいしょ、半分個ずつ使いますね。いいよね、これサバの断面って俺結構素敵だと思う。こんな感じで断面がとんかつ感あるよね、はい、もう分厚いですもんね、この衣の少なさがすごいですね。フライ、うん、揚げ物どうしても衣率高いんだけど、はい、うちは30% 台という、素晴らしい、うん、このやっぱ衣が多いとちょっとがっかりしますもんね。そうなんですよ、そうなんですよね、これは本当に衣が少ないのもね結構人気のやっぱり秘訣なんですね、うんうん、魚食べてほしいんでね、そしてまずは海苔ですね、はい、はい、海苔、いい海苔ですよね、これね、いい海苔です、ですよね、はい、私は海苔にはやっぱりすごくこだわりがあります。いや俺海苔だから味付けよりも焼き海苔でね、はいはい、焼き海苔です。やっぱ海苔は値段に比例するって思ってるんですけど、そう本当にやっぱり結局安い海苔って安い味がする、安っぽい味がするんですよ。そうなんするんよ、いやなんか海苔なのに、はい、
添加物入ってるじゃん。そうなんですよ。で薄いんですよね、しかも薄っぺらくて。だからこういうのこうシャッシャッシャッと、ね、美味しいんですよね。お蕎麦屋さんとかね。だから海苔はやっぱり本当に美味しい海苔を食べると、うん、結構もう美味しい海苔じゃないと ね、もう戻れない、はい、戻れないですね。海苔は戻れない、海苔は戻れないですね、うん、そう。やっぱこうアルミホイルにちゃんと入ってないもん、こうやって。そうですね、うん、やっぱ光とかね、空気とかなるべく遮断しないと。このなんか、はい、磯の香りとかこの、うん、海苔の香りすごいんよ。むしろこのままもう俺これ食べて終わりで、うん、いい香りなんですよ、うん、でこの海苔なんですけど、うん、今日はねこのまま食べずにちょっとやっていくんですけど、うんうん、でこの真ん中、はい、真ん中からこの 3の真ん中ぐらいですね。おーおーおー、でここの本当に中心点のところまでをハサミで切ります、うん、これ折った方がいいんじゃん、はい、半分。あ、折らない、折ると結構パリパリなんで。なるほど、ここぐらいだ、はい、このぐらいですね。そんな なんかこう細かく、うん、まあ、ざっくりでいいですよ、ざっくりで、はい、結構こういうのは細かくされる方ですか？全然。これアジア一不器用って言われてる。アジア一はなかなかの称号ですね。なかなか。よし、あの具をね置いていきましょう、はい、でこの具の置き方もすごくポイントなんですけど、うん、はいはいはい、具を4箇所にこういう風に置いていくんですが、うん、これがご飯、ご飯、具、具っていう風に置いていきます。ご飯、ご飯、具、はい、具っていうのもなぜかというと、うん、最終的にやっぱご飯に包まれた状態を、うん、あの作りたいので、その完成図を想像しながら具を置いていく必要があるんですね。これだからいわゆる展開図だね。そうです、そうです、展開図、まさにそうです。あの小学校の時に学んだ、うん、あの展開図ですね。展開図です、はい、はい、なのでご飯をねまずは置いていきましょう、はい、ちょっとだけ手を濡らすとご飯が広げやすいので、はい、であんまりにもご飯を、うん、こうたくさん欲張って乗せすぎると負けなくなるよね、はい、負けなくなるので本当にちょっと手加減をね、これ手巻き寿司とかでよく失敗するよね。そうですね、うん、手加減をしながらね、巻いたらバズーカ砲ぐらい。で薄く四角にはみ出さないようにね、ちょっと広げていきます。で手がこういう風に濡れてると少し広げやすいので、なんですかね、お子さんとね一緒にこうちょっとワイワイ言いながら作ったりとかしてもね楽しいと思いますね。もうねそんな年ではないとは思いますが、はい、自分の親とこんなこと絶対やったことなかったですよね。私もないですけど、昭和だもんね、はい、昭和はねもう本当に本当だよ、もう握ったものそのまま食べるぐらいの感じでしたね、はい、生きていくことに精一杯っていう、そうですね。こんな感じで四角く、ね、はい、あ、全然ちょっと待って、丸いよ、はい、いや、まあ、悪くてもいい、はい、包まれればいいので、うん、したらこの第二コーナーにまた第2コーナー、はい、はい、ご飯を置いていきます。で折りたたむときに、うん、どこが折りたたむか分かるように、うん、こうひっつけずにしっかりと少し間を空けて、うん、はい、ご飯を乗せていきます。あの昔俺、商社行って、はい、駐在やってて、はい、外国人の家のパーティーとか、はい、ホームパーティーだから日本人ってみんな寿司が握れると思って、はい、で俺も迂闊に子供たちに言ったら、おいおいおいってやっちゃったわけ、はい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 、で、まあ、こう握るのはなんか身を見まねでごまかせるじゃん、はいはい、巻き寿司って実は本当に難しい。巻き寿司は結構やっぱ何ですかね、独特のね、巻き方が、うん、慣れたらねあれなんですけど、慣れるまでがやっぱ何でも難しいですね。前教わったのは、はい、寿司職人の技量を分かるには、はいはい、巻物で分かる、おどこで修行したかぐらい、おそう言ってた、それぐらい難しい、じゃあここにサバカツを、はい、ドスッと、いいね、置きます。すごいボリューミーですね。もうこれだけです。これでさ、折りたためんの、はい、折りたためるんですよ。次は具材を乗せていくんですが、うんうん、まあ、具材は正直順番は割とあの、うん、なんでもよくて、うん、でここにちぎったレタス乗せます。そんなに乗せていいんだ、うん、大丈夫です、大丈夫です、こんぐらい、そんなもんですかね、はい、で次がここに人参をね、はい、乗せます。人参なぁ、おにぎりに意外と合うんですよ、やっぱ食感がね、塩味してるんだ、そうです、そうです、はい、食感もあのいいので、ここにお、まあ、人参をね、お、まあまあいくね、まあまあいきます、はい、はい、乗せます。俺なんかちょっとビビってるな、なんかパーツが小さいや、ジョイト同期をね、慎重派ですね、 お気に入ってる、今日かなり、うん、そして卵ですね、はい、これは薄焼きにした卵、うん、はい、
これをまあ乗るような形にしたいので半分とかにこういう風に。なるほど、はい、折りたたんじゃって折りたたんじゃって大丈夫です。そしたら、はい、これをこうパタンパタンパタンと半時計回りに、はい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 、まずは折りたたんでいきます。よいしょ。なのであなるほど、まずこういった、はい、まず1回目、はい、そしてあそうですそうで す, そうですいいですよ、たたんじゃって2回目、はい、でここが一番やっぱり具がでかいので難しいところなんですが、うん、ここをまあグッとこっちに、はい、そうですそうですそうです、よいしょ、お、いけました。そしたら、うん、このままこれごとラップでね包みます。いけそうですか。でもうギュッと包んじゃってください。ギュッ と, ュッと、うんうん、はい、でどこを切る時の断面を間違わないようにしたいので、はい、こう切った時に美しい断面ができるところ、ここが今サバが乗ってるところなので、うん、こう切ってしまうと美しくないじゃないですか、うんうんうん、なのでこう切るっていうところを忘れないように。こう切る、サバが今向きがサバ方に向き、じゃ あのこうですね。こうだよね、はい、はい、で包みますね。ですよ、ラップにくるんで綺麗に切れるんだ。ラップにくるんだ状態で、あのこれは切ります。ギュッと、意外と負けましたね、うん、負けた意外ともうこれでお持ち帰りでそうなんですよ、そうなんですよ、うん、はい、そして少しなじませていきます。はい、母さんがちゃんと押さえてるからペタッとしてること、俺本当の爆弾おにぎりみたいななんか最後がねやっぱ意外とこうギュッと、ね、そうなんだよ、大きくなりましたね。で多分私のは結構もういいと思うのでちょっと試しに切ってみましょうかね、うん、はいはい、まずお手本、この真ん中の部分を切る必要があるので、うんうん、もうこのまま切っちゃっていいです、このまま。おお、なんでよく切れる包丁をね使うのが大事ですね。綺麗、すごい、こんな感じです。じゃじゃん、こんな感じではいマジなんのかな俺、はい、あれ向き分かんなくなった。これでいいのかなこれでいいのかな。ちょっと待ってくださいね、見せてもらっていいですか、うん、こうですかね。こうだよね、はい、こう、それで、うん、はい、いきます。はい、こう優しく押してスッと引く、うん、優しく押してスッと引く。あ、そうですそうですそうです、あ、いいじゃないですかいいじゃないですか。はい、切りました。お、切りましたか。切りました。おお、上手上手、すごいすごいすごいちょっとラップ切れてもう最後までこう切って、まあまあできたな、はい、すごいめちゃくちゃ綺麗に上手に、すごい綺麗に、うん、綺麗にできましたね。でも結構思ったよりね、まあまあ、簡単だけど、まあまあ、はい、なんかこうやって綺麗に作れるとちょっと嬉しいですよね。まあまあできた方だよね、はい、頭からね、はいはい、不器用な俺、アジア一不器用な、はい、本当に素晴らしい素晴らしい、はい、こんな感じで完成です、はい、完成です。はい、完成しました。わー、もうなんとか、はい、なんとか持ちこたえてます。いい感じに、はい、綺麗にできてるのですか。サバカツを握らず、まあ合格ですか。僕初めて、素晴らしいと思います。ね、そうそうそう、頑張った、はい、頑張った俺。サバ率、ちょうどいいね。サバ率がいい、うんうん、ちょうどいいサバ率ですね。じゃあいただきます。すごいいい食べっぷり。うん、気持ちいい。このサバカツの洋風な感じと、はい、オニオンソースとあの。うんうん、海苔がいいね。そうですね、やっぱり海苔がいいね、結局ね、結局海苔、うん、海苔がね美味しいですね、うん、でも意外とこの野菜の食感とかもね、うん、入ってくるのがまたいいですよね。お弁当がバランスよく、はい、1個で1話完結してね。そうですね、うん、はい、なんか忙しい時とかは特に何種類もね、うん、おかず作るっていうのは本当にね大変なことなので、うん、これだけでもパタンパタンパタン折りたたんで、はい OK っていう風にね持っていけるとすごく便利かなと思います。あの、はい、我々クッキングパパモンカッセの、はいはいね、進化版、進化版ですね、アライバ流からの、はい、アライバ流から少し進化して何巻まで出てるんですかね今。130とか、130までいってるの、もうちょいいってるかな、もうちょいいってるかなっていうぐらいいってますね。もうだって誠も社会人になって知り合いみゆきは何歳ぐらい、みゆきは大学に入って、みゆき大学行ったの、はい、そうなんですよ、はい、結構頑張ってますよ今。あの三つぐくん、三つぐくんは今、うん、あの荒岩さんの部下です嘘本当です、本当です。なんとか少女、金丸少女、そうです、金丸少女、はい、入社して、はい、部下となって、はい、母さんまだ出てない、クッキングパパには。私ですか、まだ出てない、出たいよね、一回
一回上山栃先生は本当に、うん、上山栃先生は本人出るよね。本人はたまに出てますね。一回お会いしてみたい漫画家さんの一人ですね。上山先生と広金先生は会いたい。おいしい。やっぱり米と合いますね。米だ。でもこれも正直本当に他の調味料とか一切使ってないですよ。そうか、そうだよね、そうなんですよ。おにぎりとしてのやっぱサバカツがしっかり味わいがあるので、うんうん、味付けをせずに済んでるっていうのもすごく簡単でね、ありがたい、はい、うん、主婦の味方、サバカツおにぎらず、はい、サバカツおにぎらずです。いや、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。美味しかったです。どうも。それでは、グッドボタンとよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はサバカツおにぎらず、川瀬さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。